掛けるのか。怒ってる、はい、私矢作まゆかはこう見えて、家に帰ってきて玄関の鍵を開けるとき必ず一発蹴ってから開けます。イエーイ。タイム。これはちょっと問題だな。 VTR がある。ええー、なおちね。でこめっちゃいい。軽い軽い、まだ軽い。えこっちだよ。扉重くて蹴って開けるやつ分かるけど、そうそうそう、蹴って手前に開けてるからね。家族全員蹴るんですよね。家族全員蹴る。開ける時も閉める時も必ず蹴る。なんでなんで。あのなんかすごいママが家の作りとかにこだわって、うん、扉が特注のなんか木でできた、なんだフランスかなんかのすごい高いドアで立派な扉やったよ、はい、歪んじゃって、うん、だから必ず一発クッて蹴って、で姉と喧嘩した日はちょっと2回蹴っちゃったり。いや関係ないね。それってキープカー。なるほどね。